はい、どうもこんにちは、キートステーウェイの、副社長をやっております南部と申します。よろしくお願いします。また新企画でございます。またかいっていう感じですけど、今ちょっと企画が1個2個ぐらい進行してまして、まあ普通なら新企画、その企画をいくつか動画上げてから、お客さんからリクエストがあったらまた次の企画みたいなのが普通なんですけど、まあちょっとこう話してるうちに、あの企画やりたいよね、こんなんやりたいよねみたいな話がまあバン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 出てくるようになって、まああの前回の動画なんかは籠場社長が動画を、まあ自分のコーナーで企画を上げたりもしてますんで、じゃあまあちょっと自分もちょっと企画一個持とうかなと思って、今日はちょっと撮ることになっております。まあ、自分はダイエットと筋肥大、まあ、筋肉を大きくするというようなのを専門に担当させてもらってますから、食事に関してのお話をさせてもらうコーナーにしたいかなというふうに思ってます。やっぱり食事は皆さん結構好きですので、ダイエット中とか体を大きくしたいなっていう時にどんなものを食べたらいいのかとか、そういうような話は興味あるんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、ストイックな食事は、ね、皆さん なんとなく予想つくと思うんですけど、ダイエット中でも食べていいような美味しいものとか、普通に食べてもあんまり美味しくないような食べ物を美味しく食べる方法とかいうようなこと、まあ、ちょっと楽しんでもらうような感じで見れる企画にしたいと思っております。企画の名前はちょっと今決まってないんですけど、まあ副社長南部の栄養学校みたいなダサい名前しかないので、なんかいいタイトルあったら教えてください。そっちの名前に変更してやっていきたいと思ってます。ということで、いつも前向きが長くなりますので、早速中身に入っていきたいと思います。今回のテーマは、ですね、ゼロカロリーということで、トレーナーの自分としてちょっとこうお勧めしたいような、ゼロカロリーの商品がありますので、それをちょっとこう今日はご紹介していきたいと思います。商品名と、いいところ悪いところという順番でタンタンタンというふうに上げて、ご紹介していきたいと思っております。ちなみに、まあ、せっかく栄養学校ですので、ゼロカロリーの定義というか、ゼロカロリーというのは 100g あたりのカロリーが 5kcal 以下のものを言います。 100g の、まあ、ゼリーがあったとしたら、それを食べれば 5kcal ぐらいのカロリーは取っちゃうということですので、ゼロでは実はないというような仕組みになってます。ということで1個目の商品いってみましょう。はい、ということで、1個目の商品ですね、ゼロシュガーコカ・コーラ、ちょっとだいぶ飲んでますけど、はい、2リットルペットボトルのタイプです。これのいいところはですね、まあコーラといえば、まあ、あのおデブちゃんの代名詞ですよね。あのアメリカの子供が、ピザとコーラ持ってわーやってるような感じのイメージで、やっぱりコーラって甘くて体に悪くて、太りやすくて砂糖ものすごく入ってるみたいなイメージがやっぱりあるというか、まあ、実際そうなんですけど、そのコーラをどうしても飲みたい、ダイエットの時飲みたいなっていう時にゼロがあると。 1.5 リットルか、2リットルじゃないですね、 1.5 リットルですので、これ全部飲んだとしても75キロカロリーぐらいしかないということですよね。これすごいですね、おにぎりの半分以下みたいな感じ。そのコーラを飲んでるような感覚を味わえるということと、まあ私個人としてはものすごく美味しいですね。これすごい好きです。まあそのゼロカロリー系の、まあ、なんか走り的な感じというか、まあ、これ出た時はえみたいな、なんかちょっと衝撃あったですよね。コーラゼロになるのみたいな感じですね。で、悪いところで言うと、人によるんですけど、ちょっとこう味が薄いとか、あとコーラのものすごく好きな人からすると、まあ、コーラじゃないコーラじゃないわこれみたいなことはまあ思うらしいです。自分はあんまり思わないんですけど、あとまあ値段がコーラ、普通のコーラとあんまり変わりませんので、それやったら普通のコーラ買うわいというような人もいるかもしれないですね。まあ、なのでダイエット中とか、ちょっと罪悪感あるなっていう人は、これを飲んでもらったら全然違いますという感じですね。さあ2つ目ですね、ゼロアクエリアスですね。
ゼロアクエリアス、はい、これ知ってますかね、ゼロアクエリアス。アクエリアスは1本500ミリのペットボトルで、大体100キロカロリーぐらいです。100キロカロリーぐらいですね。なので、まあ、そこまでカロリー別に高くはないんですけど、それすらもまあ消し去る、消し去ってます、このゼロカロリーで。やっぱこれのいいところは普通のアクエリアスと味全然変わんないです、これ。あと、普通のアクエリアスには加糖ブドウ糖液糖っていう、まあ、糖類が入ってて、まあ、うちキートスの方ではその加糖ブドウ糖液糖は基本的には脂肪になりやすい成分として、まあ、認識してまして、あまりそれが入っている食品は勧めてないんです。ないので、こっちのゼロカロリーのアクエリアスにしてもらったら、その加糖ブドウ糖液糖が入っていないので、太りにくいとも言えるというふうに思ってます。そういうところもまた中身が違うんですね。それから、炭酸じゃないので、トレーニング中とかトレーニング後とかにも飲みやすいです。やっぱり炭酸だとトレーニング中うわってなるんで、飲んでるとこういうのはすごく相性がいいですね。悪い点で言うと、そうですね、そもそもなんですけど、今アクエリアス飲んでる人おるんかっていう、ちょっとこう悪さね。なんかコンビニとかスーパー行ってアクエリアスって買います？まあ、自分はあんまり買わないんですけど、まあ、自分としてはその炭酸系のゼロとは違って、こういうすっきり飲めるゼロだから買ってるみたいなところあるんですけど、まあ、アクエリアス自体そんなに飲むかねっていう感じがあって、まあ、そもそもね、アクエリアスそんなに美味しいと思わないしみたいな人だとそんなに魅力感じないかもしれないですね。はい、カロリーオフジンジャーエールですね。いや、ちょっと今気づいたんですけど、これゼロカロリーじゃなかったです。カロリーオフでした。すいません。カロリーオフは、100g のもので 20kcal 以下のものをカロリーオフって言います。飲み物の場合、食べ物だと 40kcal 以下なんですけど、っていう感じなので、ちょっとゼロよりはカロリー多いかもしれないですね。まあ、100ml あたりエネルギー1カロリーって書いてるので、これ 1.5 だと15kcal ぐらいはありますけど、まあ、全然ないですね。それでもこれはやっぱり珍しいですね。味としてジンジャーエールのゼロカロリーって多分これだけじゃないんですかね。ちょっと他あんま見ないんですけど、やっぱこう天下のトップバリューさんの食品でして、トップバリュー系を置いてあるスーパーだったら大体置いてありますね。これと一緒にコーラバージョンも置いてあります。あともう一個、なんか三ツ矢サイダー的なやつももう一種類あったと思う、三種類あったと思うんですけど、これ、コーラそんなに美味しいと思わなかったので、ジンジャーは私は割と買ってますね。まあ、トップバリューさんなので、安いです。これ1本で100円切ってたかなと思います。95円とか、すごい安いですね。まあ、あと悪い点で言うと、ジンジャーエールとちょっと味ちゃうかもしれないですね。ジンジャーエールがすごい好きなので、やっぱ違いがすごくよくわかるんですけど、薄い、なんか作ったなって感じの味ですね。ジンジャーっぽい感じにしたよねっていう、ジンジャー風味にしてくれよっていう感じの味なんですけど、まあでもジンジャーエール風味でも自分はいいんで、ジンジャーエール感が味わえればそれが大丈夫なら飲んでもらっていいかもしれないです。あとちょっと飽きやすいですね。って感じです。はい。ゼロカルピスですね。これ知ってますか？カルピス。カロリーゼロですね。これのすごいところは、ほんまにカルピスそのまんまって感じですね。めちゃめちゃ美味しいです。原液をちょっとだけ間違って薄めちゃった時みたいな味ですね。はい。ものすごい濃厚なわけではやっぱりなくて、サラサラっとはしてますけど、これはもうジュースとして普通に飲んでもいいかもしれないですね。だから朝日さんも、もう普通のカルピスやめて普通のこのままタイプ出せばいいんちゃうんって思うぐらい美味しいですね。で、まあ、悪い点というか、まあ、栄養成分の中にニゲロオリゴ糖含有シロップっていうのが入ってるんですけど、糖類ですね。糖類なんですけど、まあ、その虫歯菌の餌になりにくいとか、あとオリゴ糖なので消化がゆっくりですから腸まで届いて菌の、
の餌になりてくれるとか、まあ、GI 値が低いとかっていうので、糖の中ではかなり優秀な部類に入るんですけど、一応カロリーがあるんですよね、糖なので。なのでこれどれだけ入ってるのかわからないんですけど、まあゼロ食品なので、これ1本飲んだとしてもまあ25キロカロリー以下だとは思います、だと思うんですけど、ゼロカロリーの中ではカロリー高いかもみたいなのはちょっと思うけど、分かんないですね、どれが入ってるかって書いてないので、まあ、ちょっとそこだけ気になるっていう感じですね。はい、寒天ゼリーですね。寒天ゼリー、これもトップバリューさんの商品ですね。一番いいのはやっぱボリュームですね。これ 250g ぐらいあるんで、まあ、あの女の子のちっちゃいお弁当ぐらいあります。そらないか、そらないですかね、まあ、まあ結構あるあるんですよね、まあ、なんか、まあ、自分の顔でやってていいかも、まあ、スマートフォンぐらいあるんですかね、まあ、こんぐらい結構でかいですね。だから、食べると割と満足感あるし、結構時間かけて食べれるっていうところがありますね。あと味が多いです。これヨーグルト味ですけど、リンゴ、ブドウ、みかん、マスカットとかコーヒーとかも見たことありますね。あの寒天に味付けているので、まあ、味としてはそのめっちゃ美味しいってわけじゃないですけど、全然美味しいです。で、どこにでも置いてますね、スーパー、ドラッグストア、コンビニだと、セブンイレブンか、セブンイレブンにはゼロカロリー寒天がありますね。ローソン、ファミマにはちょっとなかったかもしれないですけど、っていう感じですね。あと、寒天なので食物繊維も取れます、うん、で悪いところで言うと、なんか食べてるとこ見られるとめっちゃダサいっていうとこですかね。なんかちょっとこういうなんっていうんかな、なんか豆腐の入れ物みたいな感じでこうやって食べてると、なんか野生児っぽいというか、なんかね、ちょっと変わった人に見られるっていうのがあるので、まあ、僕は全然気にしないんですけど、女性とかはなんか人前でわーってこうやって食べるのはちょっと難しいかもしれないので、崩しておいて、なんかちっちゃいタッパーに入れておくとか、人がいない時に食べるとか、お家で食べるとかね、そういうのにはやればまあ全然問題ないと思います、はい、ちょっとごついですよね。さあ次ですね、食後のゼロカロリーって書いてますね。食後のゼロカロリーゼリー、ブルボンさんから出てるやつですね。まあ、食後って勝手に決めるなっていう感じですけど、まあ全然食前でも、あのおやつの時間でも、寝る前とかでも、私は食べてます。これすごい美味しいですね。もうお菓子、あ、また味がたくさん、これマスカット、自分一番好きなのはマスカットですけど、みかんとリンゴやったかな、とかブドウとか、まあ、よくある味系の3、4種類ぐらい味、あ、キウイとかもあったか、キウイも美味しいですね。量もやっぱり結構これもあるんですよね。 160g ですから、さっきの寒天ゼリーと比べたらしっかりこう、なんていうんですかね、ちょっとおやつらしい可愛いパッケージに入ってるので、これ食べやすいし、ナタデココも入ってるので、なんか寒天ゼリーみたいな、なんかこうシンプルさがない、しっかりおやつっぽく食べれるというかいう感じですね。あと自分がよくやるのは、これ冷凍するとアイスみたいになりますね。冷凍庫になんか5個ぐらい放り込んどったら、なんかふと食べたい時にパッと取り出して食べれるし、ね、冷凍しておくともほぼ永久保存できるしみたいな感じですかね。まあ悪い点で言うと、そうですね、でかい、邪魔っすね、これめっちゃ。冷蔵庫にこうダン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 ってこう入れていくと、なんか形がこんな形してるせいで、なんか整いが悪いんですよね。なんかこう自分がこう置くと、なんかまあ極力置けるんですけど、まあこれの上に置こうとしたらちょっと高さありすぎて上置けんしとか、ね、なんか邪魔っすね。でこれ最後になります、ウィダーインゼリー、ウィダーじゃない、インゼリーの、ビタミン、マルチビタミン、カロリーゼロですね。
今はもうウイダーインじゃなくてインゼリーっていう名前になってます。ウイダーさんが確かなんか会社から外れたかなんかだったと思いますけど、インゼリーですね。まあ、運動とかあと風邪ひいた人とかよく買って飲んだりすることあるんじゃないですかね。なんかまあ10秒チャージとかでよく言ったりしますけど、手軽に食べれてカロリーしか取れるよみたいな、それのゼロカロリー版ですね。ちょっとオレンジ風味がついててすごくやっぱり美味しいですね。インゼリー系は味としても抜群です。こうやって開けるタイプなので、まあさっと食べれるし、余ったら締めてまた後ほどってできるし、冷やしても美味しい、凍らすのあれかな、シャーベット状になるのかなとか、できるし、持ち運びも、しやすい。そして、やっぱりこう栄養機能食品なので、まあ、微量栄養素が非常に多いですね。こう、こうか、こうやね、いろんな栄養素がずらーっとありますよね。まあ、こういうのが含まれている、それも一緒に取ることができるみたいなところがいいところですね。で、悪いところで言うと、まあ、やっぱちょっと高いですね。1個150円近くどうしてもしちゃうっていうのと、まあ、そもそもこれゼロカロリーで飲みたいかっていうのはちょっとありますよね。なんかそのゼリーはカロリーがあるからゼロだったら食べたいとかあるんですけど、ウイダー普段から食べた人ってそんなおらんというか、自分はそんなに、なんでこれわざわざゼロで飲みに行きたいのかみたいなところはちょっとありますよね。なのでこのウイダーじゃないわ、インゼリーの味がすごく好きっていう人が、でもカロリーはいらんのよという時はこのゼロタイプを選ぶといいかもしれないですけど、なんていうんですかね、なんか栄養補給するもんっていうイメージなので、ゼロかいみたいな、栄養ないやんみたいな感じの、ちょっとこう矛盾してないみたいな時はあります。なので風邪ひいた時になんかこういろんなインゼリーをまとめてバーっていろんな味を買っておいたりするんですけど、その時にこれ入ってると、いやなんか風邪ひいて体調悪くて栄養取らんといかん時に、俺何これゼロ栄養入ってないやんけみたいな時がちょっとあったりしてびっくりしたんですけど、あゼロも出てたんやん、そういう感じでちょっと見つけたのでちょっとご紹介です。好きな人には向いてると思います。さあ、ということで、いろいろ紹介させていただきました。他にもたくさんあると思うんです。で、自分でもいろいろ探してみてください。ゼロカロリーじゃなくても、すごくカロリーの低い食材でもいいと思います。そんなの探してもらうと、すごく楽しいんじゃないかなと思います。食事の幅も広がって、ダイエットも楽しく進めることができるかもしれません。ということで、バイバイ。